すでに価値は見えておる。 囲まれちゃったね。サイズ上まで一時引きたいところじゃな。剣士の狐戦法を読まれたは我が不覚。命に変えても親方様の退路は開かねば。 様を何としてもお守りする。それだけが勘助様の覚悟に報いる道だ。脇々に勢いなし。これなら早く開門でき、先の戦で正行が叩いてくれたおかげよ。 受けた傷が策が破れた無念さから突っ込んでくるから。山本勘助、そこが知れたな。何とでも言うがいい、親方様を生かす。これが勘助最後の策よ。 脱出するよ。 神殿がこちらに。 諸角ごときに手を焼いた挙句、この始末か。 兄上、どうか天下を。
したというのか。 無茶をするんじゃないよ。親方様、剣心が迫っております。このまままっすぐお逃げください。猫のこと現れたのが運の尽きよ。信玄、覚悟。 やることにさすがないの。暴走を楽しまめ。見えている。足止めも果たせず無念。手働きなど自慢にならん。 討ち取った。よし、海津城が見えた。この二打を何としても運び込んだな。焦るものか。その二打は上杉がいただく。 撃ち取った。海津城の兵と合流できれば巻き返せるはず。人たちも及ばぬとは。 あまりに犠牲が多すぎる。不甲斐なき我が身よ。信門様が襲われております。救援をお願いいたす。このままでは信門の正幸、信門の救援に向かってくれぬか。はでは先行いたします。謙信が迫っておりますゆえご用心ください。 足止めなどさせん。早々に蹴散らしてくれる。
あれは反撃に必要な2だ。敵に奪われるわけにはいかん。しまい申し訳ありません。助かりました。若これで次の一手を打てましょう。そろそろ日が沈む頃合いか。夜は周りが見えにくい。気をつけねば。無理して剣心に当たっちゃダメだよ。今は引くのが先決じゃからね。闘争未だやまず。引いたか。いや、見逃してくれたのか。いや、正幸、よくやってくれたよ。おことの踏ん張りが剣心を撃退したのだ。親方様、急ぎ長男。日が落ちた。我らに残された時間はあまりないぞ。犠牲は大きかったですが、親方様さえご無事なら反撃も。そう、じきにキツツキ部隊が戻る。戦はこれからだよ。すでに勝ちは見えておる。
海津城まで一時引きたいところじゃが。天使にキツツキ戦法を読まれたは我が不覚。命が変えても親方様の退路は開かねば。何としてもお守りする。それだけが勘助様の覚悟に報いる道だ。柿崎に勢いなし。これなら早く開門できる。先の戦で正幸が叩いてくれたおかげよ。真田の小せがれに受けた傷が。策が破れた無念さから突っ込んでくるか。山本勘助、そこが知れたな。何とでも言うがいい。親方様を生かす。これが勘助最後の策よ。それまで。こちらに諸積みごときに手を焼いた挙句この始末か。この土を脱すれば兄上は必ず巻き返す。何としても守り通してみせる。このまままっすぐお逃げください。武働きなど自慢にならぬ。
ここまでが早すぎ。どこのこと現れたのが運の尽きよ。信玄、覚悟。やることに卒がないの。暴走たる島足止めも果たせず無念。まさきよ、すまん。敵将打ち取った。呼ばぬとは。あまりに犠牲が多すぎる。不甲斐なき我が身よ。不働きなど自慢にならぬ。束になってかからねば。信門様が襲われております。救援をお願いいたす。このままでは信門は。正幸、信門の救援に向かってくれぬか。では先行いたします。剣心が迫っておりますゆえご用心ください。無働きなど自慢にならぬ。海津城の兵と合流できれば巻き返せるはず。海門、海津城が見えた。この二打を何としても運び込むのだ。なせるものか。その二打は上杉がいただく。そろそろ日が沈む頃合いか。夜は周りが見えにくい。気をつけねば。ここまで来て足止めなどさせん。早々に蹴散らしてくれる。討ち死にされました。信門様まで失うわけには参りません。開門。あれは反撃に必要な二打。敵に奪われるわけにはいかん。申し訳ありません。助かりました。若、これで次の一手を打てましょう。無働きなど自慢にならぬ。急ぎ城内へ。犠牲は大きかったですが、親方様さえご無事なら反撃も。そう、じきに啄木部隊が戻る。戦はこれからだよ。